どいつもこいつも食堂と部屋を行ったり来たりときた。何遍往復すれば気が済むんだが。あれかね、今日ばかりは英霊も人間も関係ないのかね。和気あいあいなのは結構なことだが、さて今は平和でも人類の異常とやらは解決していない。人類焼却にしろ、人類再編にしろ。よう、マスター、あんたもチョコレートの郵送かい？なら食堂に行きな。浮き足だったサーバントどもが牽制しながら集まってるからよ。俺はその食堂から出てきた口だ。居心地が悪いっつうか、耐えきれないっつうか。ま、ちょいとばかり賢さが上がっている分、素直に乗り切れないってのは本音さね。話つながってねえな、おい。さては一番浮かれてるのがあんただったか、マスター。あ、嬉しくないのかって？そりゃお前さんね、ハロウィンならともかく、よその国の祭事にかまけるほど尻軽でもねえよ俺は。だがまあ、こうして直接送ってきたものに手帳はつけられないわな。それこそ大人げねえ。いや、大人げねえってのは空気に逆らうってことじゃないぜ。嬉しかったら素直に喜んどけってこった。ま、もともとドルイドやってるのも真似事だしな。今さら硬派気取っても仕方がねえか。ありがとさん、マスター。こいつは大切に少しずつ食べさせてもらうぜ。お礼はまた後日改めて、とっておきのロケーションに連れて行ってやるよ。よし、そのためにはまず杖だな、杖。素人に獣道は厳しいからな。いいトネリコの木を探しに行くか。たまにはキャスターらしいところを見せるとしますか。応援しています。いらっしゃいませ。マスター、マスター。お疲れ様です。本日は何やらお忙しくされていらっしゃるご様子。そのようにマスターの元気なお顔を見るとなんだか私も楽しくなってきてしまいます。普段であれば日々マスターは戦っておられます。私には想像することしかできませんが、決して安楽な童貞ではないでしょう。過酷な戦いであるかと。ですので少し案じておりました。息抜きもなく戦い続けてしまってはお体に触るのではと。でも、でも、今日のマスターと言ったら、戦いの気配とは異なって、しかし、全身には気力が満ちて、実に楽しげな様子ではありませんか。私、嬉しくて仕方ありません。こんなマスターの姿を目にできるだなんて。というわけで、忙しく何かにふけっておられるマスターへの応援に、こちらをどうぞ。
いいえ、いいえ。私の方こそありがとうございます。なんだかわかりませんが応援しております。きっと楽しい遊びにふけっておられるのでしょうね。本日は頑張ってください。私心より応援いたしておりますので。そうだったのですね。そうとは知らず、私ったらお恥ずかしい。あは、お恥ずかしい、なんてこと。いえ、いえ、もちろんそういうお話であれば構いません。郷に行っては郷に従いましょう。ええとも。日々の感謝はもちろん込めております。バレンタインの贈り物ということでお受け取りください。あ、そうだ、そういうお話なのでしたら、気になる殿方にはきちんとチョコレートをお渡しできましたか？色恋沙汰は得意ではありませんが、こう相談にはいつでも乗りますので。ええ、何でもお話ししてくださいませ、マスター。